ジョージ、学校は楽しいか？校長からは素晴らしく模範的な生徒だと報告を受けている。その調子で頑張れ。進学先の高校はアメリカの学校を手配してある。お前の行く道は輝かしい未来しかないのだからな。あいつ、おい後輩、何してる？誰も殺してないですよね。は？お前なんで止めた？さあ、あの時はただ夢中で。優等生の気まぐれってやつか。でももったいないって思ったんです。僕にはわかるんです。先輩の足はただの足じゃない。1万人に1人、いや10万人に1人かもしれない。雲を突き抜け、天空を切り裂ける足です。はっ、ぽいなかよ。要するにお前は俺の足を守るために鉄パイプの前に飛び込んだってのか？まあそうですね。イカれてやがる。一つ言っとくぞ、俺に関わるな。の項と定数項をまとめたら、あとは x の係数で両辺を割るだけです。簡単でしょ？どうして？桜崎くんか。まあ学校、彼の足の筋肉は特別。桜崎、近づく。
桜崎か。そういう意味じゃコンビニ前に。あら、笹並。今はその運動2年担当のせ。学校の汚点、町のヤクザと。桜何のスポーツかって。桜崎だって。触らぬ亀。桜崎か。普通なら退学になる。もったいないって思ったんです。お前。先輩はかつては成績優秀でスポーツも万能。ことサッカーにおいては周りが一目置くほどのレベルだった。なのに1年前から学校の汚点ともいえる存在になり下がった。いきなり何なんだ。関わるなっつっただろ。理由は何ですか。喧嘩を止めてあげたお礼に聞かせてもらえませんか。別に頼んでねえだろ。お前には分からねえだろうが、うちみたいな家だと父親は絶対なんだ。住む学校も習い事も付き合う相手すらも全ては親に決められる。全ては親の敷いたレールの上、俺に選択権はない。生まれてからずっと。だから先輩はそのレールから外れるためにわざと退学になろうとしている。でも学校側は退学にはさせない。先輩の親が
学校へ多額の寄付をしている人だから。先輩はなんでサッカーをやめたんですか？やめたわけじゃない。取り上げられたんだ。サッカーは俺の最後の砦だった。だが父親は体をぶつけ合う野蛮なスポーツはダメだと。やるなら紳士のスポーツ、テニスにしろってな。今じゃ熱くなれるものなんて何もなくなっちまった。役に立たないとみなされれば、どうせまた取り上げられるだけだからな。取り上げられた、それが理由？それがサッカーをやめた理由ですか？ああ、誰も親には逆らえない。こんなことお前に話したところで何にもならないがな。とにかくこれに懲りたら二度と俺の邪魔。いいんじゃないですか、サッカーなんてやる意味ないんで。じゃあ僕は帰ります。お話聞けてよかったです。僕はなんでこんなにイラついてるんだ。お、いい目のつけどころだ。海坊主が何かって？一説では海から来た神。お、は、海、うわっ、で、出た、ガチ海坊って、まずい。新入生くん、南雲原の波間に来、何ですか？別に、同じ方。そうですか。同じ方向って、できる。この道は私の縄張りですからね。私のお願いを聞いてもらいますわよ。え、何ですか？私のジョセフィーヌちゃんがそこであなたに捕まえていただきたいのですわ。僕には関係ない。だったらここは通れます。仕方ないな。ほら、家に帰ろう。嫌われてるのかな。レディーですもの。
帰ればおやつもあるそうだよ。つまらない人。帰ればおやつもあるそうだよ。覚悟なさい。猫にまたたび高貴な君もこれには逆らえない。この匂い抗えませんわ。自分の中の何かが成長したのか。猫の言葉がわか…しゃ。坊主、明らかに怪しいけど一体何なんだろう。海から来たのか。海坊主って喋るの。110番通報だ。檻の中でふわふわ捨てろ。僕は絡まれやすいのか。写真は取り損ねた。いやしかし海坊主が喋るなん。早速水産実習棟に戻って発表準備を。